こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も友達地獄の話の続きをしていきたいかなと思います。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集しています。概要説明欄のところにですね、リンクがありますんで、そちらからご登録ください。あとチャンネル登録とですね、グッドボタンも良ければお願いします。2週に一遍ですね、ツイキャスで読書会やってます。次回は森鴎外のかのようにを2016年の10月28日にですね、10時からツイキャスで読書会をやりたいと思います。まあ青空文庫にありますんで、読んでいただいて感想文800字で送っていただければ読み上げます。まあ、メルマガに登録していただければ告知送りますんで、お願いします。あとですね、あ、そっか、かのように。かのようにって、私もちょっと一回ざーっと読んだだけなんですけども、まあどういう話かっていうとですね、特に話じゃないないんですよ、あれ。なんか、ドイツに留学した人の話で、かのようにっていうのがあるっていう。かのように。フランス語で言うとコムシ、ドイツ語で言うとなんていうかわかんないですけど、なんですか、英語で言うとライクザットみたいな感じなんですかね。この世にはかのように、かのように、かのようにっていうのがあるってことですね。かのようにってものを信じて生きてるってことを言ってんですね。あと、まあ、ドイツでは進学が重要だと。進学を勉強しないと、他何を勉強しても意味がないと。だから一応、神ってものはあるっていう、そのことをかのようにっていうんですね。おそらく。一神教の中で、キリスト教的な枠組みっていうのを一応認めないと、他の学問を勉強しても意味がないっていうですね、そういうことが前半書いてあったような気がしますけども、まあ皆さん読んでいただければと思います。じゃあ本文の続きをですね、読んでいこうと思います。リアリティの確保を目指した内閉化。しかし、だからといっていきなりここで現実世界の全的な否定によるリアリティの復活が無双されるわけではない。その前にリアリティを希薄化させてきた直接の契機である人間関係を何とかしようとするはずである。これまで本書に触れられてきたような狭い範囲での人間関係の固定化である。周囲から孤立した小さな仲間集団を形成して、その内部で閉じられた人間関係を営み、外部の人間との接触を遮断するような生き方であるということです。まあこの当時ですね、これ2007年に出された、この当時は現実感が希薄だっていう話があったんですね。まあそれは前回お話ししましたけども、まあ経済的であることと人間的であることって、まあ分かれてるんですね。まあ日本では生と俗、人間であるってことは生なることに属すると、経済的であることってのは俗ですね、世俗の問題だと。まあ日本ではそんなにきっちり分かれてないんですけども、ヨーロッパではまあ前も言いましたけど、カエサルのものはカエサルへ、神のものは神に返しなさいっていう新約聖書の言葉がありますね。マルコ福音書とかマタイ福音書に書いてある。頭の中の問題と現実社会の問題は別だということですね。それで分かれてるんですね。日本も形式的には分かれてますよ。その宗教法人に課税しないって、心の中の問題に税金かけないっていうことになってますからね。まあ一応日本国憲法でもその良心の自由とか信教の自由っていうのはありますから、まあ心の中のことをぐちゃぐちゃ言われないっていうことになってるんですね。そういう自由を認めるってことになってるんですけども、いまいちそのリアリティが分かんないですね。我々はすでに自由だと思われてるか、それが嘘だと思ってるか、どっちかが分かんないですけど、まあなんていうんですか、確固たる内面っていうのはないんですよ。なくて、どちらかというと日本人って世間の物差しに合わせて生きてるんで、まあリアリティっていうのを感じづらいですね。だって世間の方に合わせてると、
世間のシステムの方に合わせてるってことですね。前回その属と系の話しましたけども、まあ、今系で生きてるって言うんですね。系、何々系。何ですか？まあファッションで言えばですよ。ファッション雑誌っていろいろ分かれてますね。まあ男性のファッション雑誌って僕も今どういうのがあるんだか分かんないですけど、まあ女性なら JJ とか、アンアンとか、モアとか、なんとかとか、ベリーとか、ありますね。なんとか系ってあるんですよ、あれ。まあ、女性の年代と趣味、趣向で、系になってるわけですね。系。あれは系なんですかね。まあ、青文字系、赤文字系って言葉ありますね。青文字系って、なんか青文字系っていう言葉があるらしいんですね。なんかこう、なんですか。あんまり派手じゃない、すっぴんに近いナチュラルメイク派の人みたいな雑誌っていう、表紙が青い文字が多いんですね。逆にそんな JJ とかそのギャルっぽい雑誌って赤い字が多いってですね。目を引くからですね。まあコンビニで見ればわかりますけど、そのすごい派手なファッション雑誌ですよ。なんかそのオリーブっていうんですかね。まあ、内容読んだことないですけど、まあ、うろ覚えですけどね。そのなんかもうカフェオレボールでお茶しながらショートカットのね、なんか蒼井優さんみたいな、今で言うと黒木華さんみたいな、ああいうなんかちょっとそんなにケバケバしてない人が読むようなのが、おそらく青文字系だっていうことなんだと思うんですけど、まあ分かれてると思うんですね。で、そういうシステム、まあ系って、まあ太陽系って太陽、ソーラーシステムっていうんですね。ソーラーシステムっていうとなんか、朝日ソーラーのなんかね、なんかお風呂沸かす機械みたいに思っちゃう。今太陽光パネルとかああいうのだと思っちゃうんですけど、まあ、ソーラーシステムで太陽系の方ですね。太陽を中心になんか、いろんな星がぐるぐる、地球も含めてですよ、ぐるぐる回ってると。ああいうのがシステム、あれを系って言うんですね。まあシステムのことを指してるんですね。まあ、あるいはそのなんかその動物の分類とかで系、コロラリっていうんですかね、ああいう形で系っていう使う場合もあると思いますけど、ちょっとその詳しい区別はちゃんと調べないとはっきり言えないんですけど、もう一つトライブっていうのありますね。属ですね。属、暴走族の属みたいな、もう何ですか、序列が決まってて、しっかり組織立ってる、権力関係で織りなされてるようなのが属ですね。で、一方、系っていうのはその何が中心か分かんない。まあ、あるいはその雑誌の傾向とかでまとめてて、まあ、個人がその雑誌の傾向の価値観に合わせて周囲をぐるぐる回ってるみたいな。引力でできてるような、引力でできてるのが系だと思いますね。権力でできてるのが属なんですかね。まあ今すごい喋ってて適当に皆さんもなんか、どういうふうにイメージしていいのかわかんないですけど、僕のイメージでは属っていうのは権力でできてるんですね。柱がいるわけですね。ヘッドが。頭が。で、その人の権力に、取り巻き合えると。これは属ですね。で、K っていうのはまあ、価値観。もうちょっとコンセプトですね。青文字系だったらなんかその、オリーブっぽい、なんかこの、ふわふわした、なんかそういうコンセプトに共感する人が K だってことですね。で、現実社会ってその、多分、まあ若者っていうか、中高生、大学生ぐらいまでにとっては属か K しかないわけですね。で、もしかしたら、まあ、リテラシーにもよるのかもしれないですけど、属に入っていくのはそんなに言葉より体だみたいな、肉体言語で、わかりやすさ、求めてる人ですね。まあ、暴走族なんて特にわかりやすい。特攻服着たり、単車に乗ったりするってことですね。ああいうとこに引き付けられる人、なんか権力に引き付けられる人と、
まあ、コンセプトに引き付けられる人は一方でいるわけですね。まあ、結構、それリテラシーがないとできないんですね、コンセプトって分かんないから。だって、オリーブっていう雑誌が出してるコンセプトって分かりづらいわけですね、一般的には。なんかカフェで読書しながらお茶飲むみたいなのなんですかね、よく分かんないですけど。なんかじゃ自然、ナチュラルな、あんまりなんですか、ギラついてない、自然そのままみたいな。食事もそうで、身につけるものもそうで、化粧品もそんなような、なんかオーガニックなものを使うみたいなんですね。そういう価値観ですね。ああいうのって分かりづらいですよね。分かりづらいんですよ。だって、嘘なんですから。大体、オーガニックっぽい嘘ってことですね。自然っぽい嘘ですから、あれ。だから難しいんですね。だから、ちょっと理解しづらいし、ちょっと敷居が高いって言うと日本語間違って、ハードルが高いってことですね。それよりは、ハローキティとかの方が分かりやすいじゃないですか。ね、ハローキティのサンダルみたいな、ドン・キホーテで売ってるような、キラキラゴテゴテしてた、なんかね。ギャルっぽいものって分かりやすいですよね。なんかもうメイクとかももう、なんていうの、もう、日焼けしたりですね。なんか、髪染めたり。ってことですよね。そういうのは、分かりやすい。見た目分かりやすいから理解しやすいし、集まりやすいですね。だけど、オーガニックっていうコンセプトって難しいんですよ、理解するのが。何をもってオーガニックなんだ分かんないですからね。オーガニックの意味が大体分かってないですから、ほとんどの人はね。僕もよく分かんないですけど。なんかミネラルウォーター飲むみたいなね。いうことですよね。普通の人がコーラとか飲むところ、わざわざミネラルウォーターを飲むみたいな感じですね。ということです。で、現実社会っていうのはそういう系とか族とかでなんか群れて小集団になってるってことですね。で、人間関係はそこで固定化してるということですよ。で、そこにリアリティをなかなか感じづらい。なぜかというと別に族にいる人も系にいる人もですよ。大して事故があるわけじゃないんですよ。強烈な自己主張があるわけじゃないんで。なんとなくそこの場にいる価値観、まあ、見た目でわかる価値観か、言葉でできてる概念か、どっちかが好きで、より集まってるということなんですね。で、本当のリアリティ、現実世界への、生きてるなっていう感じって、自分の頭の中と世間が、軋轢を起こしたときに、わかるもんだと思うんですね。夏目漱石の書籍に「それから」ってありますね。それからの大輔ってなんか、高等遊民という系があったわけですね。高等遊民系みたいなのが明治時代流行ったってことですね。だから漱石はそれを書いてるんだと思うんですよ。大輔みたいに働かないで、プラプラしてて、なんか、一人で一軒家構えてですよ。親から金もらって、なおかつ、まあ難しい本読んで、洋書とか読んじゃってですよ。まあ世間を、まあ、パンのために働くのはバカだみたいなことを言って、生きてんですね。そういう人たちがいたんだと思うんですよ、一定数ね。そういうのを描いてるんですね。だけど、あの、道夫っていう女の人は、まあ、初恋のっていうか、本当は自分が結婚しようと思ってた道夫っていう女性がですね、平岡に譲っちゃうんですね、同級生の。で、平岡は、銀行に就職して、夫婦関係もうまくいかなくて、なおかつ、なんか会社の金使い込みしちゃって、辞めるって話なんですね。で、辞めて東京戻ってくるんですね。大阪にいたんですけどね。平岡と道夫妻が。で、道夫が困ってんの見かねて、なんかお金を借りに来るんですね、道夫が。で、お金貸したんですよ。で、お金貸して、なんか、関係が復活した途端、俺は道夫のことがやっぱり好きだったんだと、本当は。って気づく話なんですね、あれね、どんどん。で、その気持ちを騙してたと。
で、最終的にその、一線越えてっちゃうっていう話なんですね。で、それによって、まあ、すべて失うと。親からの仕送りもなく、まあ、親は本当はその佐川の娘っていう資産家の娘と大輔を結婚させたいんで、お父さんが頼むんですね、結婚してくれって言って。だけど、僕は道夫さんが好きなんですとかいう話になっちゃって。なんかその体の悪い道夫と、まあ、結婚したいと。で、まあ、そういう決心を固めて。で、ここで初めて世間と対立するんですね。今まで大輔っていうのは別に世間と対立してなかったんですけど、道夫と一緒になるってことを決意した途端ですね。世の中のものが全部赤くなってぐるぐる回り出すっていう結末で終わってるんですね。そこで強烈なリアリティを感じて、僕は職を探しに行ってきます、角野さんとか言ってですね。家で養ってたその書生になんか出かけてきますとか言って終わるんですね、これね。で、あれがリアリティだと思いますよ。だから、あの時初めて大輔って男は、世間の族とか、系とか、高等遊民系とか、そういうものの中に収まってたのが収まりきれなくなって、自分で生きていかなきゃいけないってことになったってことですね。どこにリアリティがあるっていう書き方を、それからっていう小説は書いてると。で、リアリティの、どうやったらリアリティを感じられるのかって、多くの人はですね、私も含めですよ、そんなにリアリティ感じる瞬間ないと思うんですよ。なぜかというと、もうすでに出来上がったシステムの中で生きてるからですね。小中高とですよ、まあ大体というか義務教育を受けて、で、まあ、人によっては大学行ったり、まあ就職したりしますよね。で、まあ組織に勤めるわけですね。で、大体組織で給料もらって、まあ世間の常識の枠内で生きていくと。で、その中にリアリティなんか大してないですね。で、その時その時所属してる狭い人間関係の中でやりくりして、人生過ごしていくと。で、内部で閉じられた人間関係を営むと。で、外部の人間との接触を、まあ、遮断するような生き方をしてしまうかもしれないですね。で、そういう形で、そんなに強烈な自分の価値観が揺るがされるとかですね。なんかそんな生き方してないですね。だけど、その代償としてですよ、狭い人間関係の中で優しい関係を築いて、お互いに波風立たないように、配慮して、場の空気を敏感に読み取って臨機応変に振る舞って人間関係をスムーズに流していかなきゃいけないわけですね。で、そういうストレスを抱えてるってことですね。で、価値観の多様性にさらされて、自分自身を激しく問い詰める必要がない代わりに、まあ、対人関係においては、空気を読み取って、まあ、同調圧力とともにですね、なんとかスムーズにやっていけるように、強制されてるってことですね。ということになります。だから多くの人はそんな、自分が人間的であることと経済的であることの矛盾なんか、考えもしないし、そこで対立して、激しく絶望して自分自身になるなんてことは、ないんですよ。それは、それからの大輔はありますよ。それからの大輔は、道を選ぶか、佐川の娘を選ぶかでですね、人間的であるか、人間的に好きな道を選ぶか、経済的に結婚を強いられてる佐川の娘と結婚するか、その対立を選ばされる中で初めてリアリティっていう、自分が生きてると、何でもないと、ただ能が来たれてるガキだったってことに激しく気づくと、そういうリアリティを味わうんですね。ということになります。で、この本に書いてある、しかしだからといって、いきなりここで現実世界の全的な否定によりリアリティの復活が無双されるわけじゃない。多くの人はですね、なんか、例えばですよ、阪神淡路大震地震とか、まあ、東日本大震災とか、現実世界の全的な否定、なんかもう大災害とか起こらなきゃ、リアリティを感じられないぐらい、もう出来上がった世界に住んでるんですね。ということを言ってんだと思うんですよ。多くの人はリアリティを感じられなくて、
苦しんでると。で、感じられるリアリティが、まあ、シン・ゴジラみたいなもんですよ。いきなりゴジラが上陸してきて街を破壊するとか、そういうもう、なんか全部がリセットされるみたいな、大災害みたいな、大恐慌みたいな、そういうものにしかリアリティを感じられないくらい、息苦しい社会に生きてると。いうことですね。まあ外からそういう力が来てくれればいいっていう願望があるわけですね。願望があるっていうのは、その願望があるっていうか、まあ俺難しいとこなんですけどね。そういう恐怖感も感じながら、恐怖感を感じながら恐怖感を望んでるとこもあるんですね。中国の脅威っていうのは実際にあるのかどうかわかんないですけど、中国が攻めてくると。尖閣諸島に上陸してくると、いつか日本を占領するって、まあ本気に思ってる人たちもいるでしょうね。まあ占領して何のメリットがあるのかは、そこはさておきですよ。でもその恐怖によって日本でナショナリズムってものが高まって、まあ連帯感は感じるかもしれないですね。まあそれは排外主義とまあ似てると思いますよ。だけど一方でですね、本当は攻めてきてほしいって気持ちもあるのかもしれないですね。なぜなら、攻めてきて大混乱になれば、現実世界の全的な否定になると。それは震災とか戦争が起こってくれれば、今の息苦しい社会から、人間関係から解放されるから、嬉しいって思ってる点も、どっか無意識の中にあるかもしれない。ですよ。それはやっぱり人間複雑なところで、嫌も嫌よも好きのうちみたいな感じでですね、男の人に対してこの人嫌いだわって、本当に嫌いだって強い、拒否感を覚えるのは、どっかもしかしたら、抱かれてみたいっていうのはよくわかんないですね。願望があるのかもしれないですね。そんなことあるわけねえだろって言われちゃうとあれなんですけど、まあ、もしかしたらね、あんなに嫌いな人なのに夢に出てくるみたいなね、あるかもしれないですね。だから人間の心理って微妙ですからね。で、そういうことあるかもしれない。だからそのあまりに固定化した狭い人間関係にいるとですね、なんかもう世の中がひっくり返ってくれりゃいいのにと、明日学校がなんか爆発してなくなればいいのにとかですね、なんか職場が爆発してなくなればいいのにとか思っちゃうってことですね。思っちゃうところもあるし、でも本当に爆破されたら困るわけですね。職場が爆破されてですね、なんか失業したら困るっていう怖さもありつつ、なんか爆発してなくなればいいのにって思ってるところもあるって、こういう複雑なことがあると、まあ、ニーチェの言った全ての恐怖は嘘から始まるっていうね、言葉ありますけど、まあ、恐怖感からですね、まあ職場爆発すればいいのにって思ってしまうとはあるってことですね。で、そこにはそのリアリティの欠落なんですね。職場が爆発してなくなってほしいとか、日本が沈没してほしいとかですよ、みんな死ねばいいのにっていうのは、まあ、リアリティがないから思うことなんですね。本当に起こったことを想像して仮定して喋ってるわけじゃないんですよ。ただ願望の現れだですね。だから前回からの話を引き継げば、まあ、ナルシシズムの挫折が、なんかもう全部なくなってしまえばいいのにっていう願望に変わってくると。自分がこのまま社会でうだつが上がんなくて、息苦しいのならば、社会の方が全部終わってしまえばいいのにっていう、そういう極端なものの考え方をしてしまうと。それは、何もどっかに行ってナイフ振り回していっぱい殺しちゃうとか、トラックで突っ込んでたくさん殺すとか、そんな人じゃなくても、我々一般庶民、そんなことやんない人であっても、なんか、明日学校がなんかガス爆発すればいいのにとかですね、こんなふざけた家だったらなんか火つけて燃えればいいのにとかですね、まあなんかそういうカタストロフィーに憧れるみたいなですね、そういうものの考え方したと。で、これは全般的になぜそういうことを思うかというと、リアリティがないからなんですね。身を切る痛さが分かんない。まあ、リストカットする女性もそうなんですね。リストカットって、自分で自分の体を傷つけて痛いっていうことを感じることによって、それをリアリティだと思って、
噛み締めるみたいな。そこには本当の リアリティがないからですね、よっぽど家出してどっか外国に行ってやろうとかそこまでの決断がないから、な、手首にカッターで刻んじゃうのかもしれないですね。逃げ出すこともできないけど、ここにいることもできないっていう、なんか激しいジレンマ。まあ、単にナルシズムの挫折なのかもしれないですけど、まあ、ナルシズムの挫折だって言うとなんか、まあ、みんなうんざりしちゃうのかもしれないですけど、それと無縁な人なんかいないんですからね。そういうもので髪の毛引っ張って、この前ナイルパーチの女子会で、読書会やったんですけど、ナイルパーチの女子会もまあそういう女性が出てくるんですね。エリコっていうの子は何するかっていうと、髪の毛むしり出すんですね、自分で。まあ人によってはその過食とかね、ですね、摂食障害とかになったり、まあリストカットになったり、髪の毛引っ張って抜いてみたりですね、ここにいることもできないけど逃げ出すこともできないっていう中で、なんか自傷行為に陥っていくと。で、自傷行為の果てに大爆発すればいいのにみたいな、なんか隕石でも落ちてきて人類滅びればいいのにみたいなですね、なっちゃうと。で、その全般的にあるのはそのリアリティの希薄さなんですね、ということ言ってんのかも、言ってんのかなと思いました。続きです。いわば孤立化した人間関係を生きる若者たちは、人間関係の多元化に伴う価値の相対化とその魅力の低下に対処するために、また昨今の新自由主義的な経済活動に適合したコミュニケーションへの社会的圧力に抵抗するために、その社会との接触を放棄しようとしている。閉じられた関係へと感覚の窓を閉じてしまうことで、自らの視線の絶対性と安定性を確保しようとしている。あらゆるものの価値が相対化され、また経済原則の圧倒的な優位によって、その相対化がさらに推し進められたできたこの社会で、それでもなお性のリアリティを何とか保ち続けるために、社会へとつながる回路をあえて積極的に遮断しようとしているのであるということです。まあ現実の経済的であることっていうのはですね、まあ様々な俗や経営を生み出してシステムにしていくってことですね。で、新自由主義的な経済活動、これは何を指してんだかわかんないですけど、新自由主義って言葉も難しいんですね。ちゃんとはっきりした定義をですね使わないと、これ何でも新自由主義だってレッテル貼りしても、まあ、話に進まないような気がするんですけども、まあ合理主義ってことですよね。合目的主義ってことですよね。とにかく利益優先ってこと言ってんですよかね、これ。新自由主義っていうのは。背金主義のことを言ってんだ。背金主義的な経済活動ってことですよね。おそらくね。お金、持てるものがいいってことですね。どんな手段でもお金を稼いでるやつが善だみたいな。権力だってことですね。で、そういう風潮があると。まあ、出世主義、背金主義ってことですね。で、これに対して、まあ、孤立化した人間関係を生きる若者たちは、人間関係の多元化に伴う価値の相対化とその魅力の低下に対処するために、また昨今の新自由主義的な経済活動に適合したコミュニケーションへの社会的圧力に抵抗するために、その社会との接触を放棄しようとすると。まあ新自由主義的なコミュニケーションって、まあ俺もうリア充死ねみたいなことですよね、おそらくね。だからまあ前もリア充ってのは何を指してるのか、まあよく分かんないですけど、まあとにかく収入が高くて時間もあって、なんかモデルとか芸能人はべらしてパーティーやってるみたいなこと言うんですかね。こういうのが善だと思われるコミュニケーションに対して、その社会的圧力に抵抗するために、社会との接触をそれなら やめてしまおうと思うと。それによって自分の絶対性と安定性というか、まあナルシシズムを確保しようとしているということですね。だから自分のナルシシズムが挫折しないために、社会との交わりを断つと、引きこもると、積極的に社会から遮断するっていうことを、
するっていう若者が、まあ、いるということですね。まあ、ファンタジーに逃げ込むということかもしれないですけど、ということですね。鈴木です。昨今のマスメディアでは、今時の若者たちは社会性に欠け、視野が非常に狭いと批判されることが多い。しかし、このように見てくると、彼らは単に社会性を失っているわけではないことがわかる。社会へとつながった途端に、自分たちからは絶対的に見えていた価値観も、別の視点からたちまち相対化され、無効化されてしまう。それは、身近な日常生活の中にリアリティを損なう要素が呼び込まれることを意味する。日々の生活の中で現実らしい現実のリアリティを実感したいと願っているとき、それが危険にさらされるのは極めて都合の悪い時代だろう。ということです。まあ、社会につながると自分が大切に思っていた価値観が相対化され、無効化されちゃうと。まあ、自分は人間との絆とか友情とか大切だと思ってるんですけども、社会に出てみると、リア充であることは大切だと。上辺の友達がたくさんいて、Facebook に書き込みすればいいねが500件ぐらいついちゃうみたいなのが、いいと思う価値観だったとしたら、自分が大切にしてるものが、なんか馬鹿にされた感じになると。で、そっちのリア充の方が優先だっていうみたいなリアリティがあると、自分のリアリティが損なわれるってことですね、自分の信じてることは。で、自分が現実らしい現実だと思ってる価値観が、危険にさらされるのは都合が悪いってことですね。これナイルパーチの女子会で言うと、そのエリコっていうか、まあ、何ですか、まあ、大切に育てられて、なんか中高一貫みたいな学校行ってですよ。生きてたと。で、恵子って幼なじみの友達がいるんですね。7年間ずっと、8年間ぐらい、7歳の頃からずっと、恵子と恵子は親友だったんですね。だけど恵子は、高校行ってからですよ。なんか別のクラスの友達と付き合うようになって、なんかもう彼氏もできて、そしたら、急に、恵子のこと、なんか、嫌だなと思うようになってきたんですね。こいついても何にも面白くないと。価値観が固まっちゃってて。甘ったるいショートケーキみたいな女だと。嫌になって、疎ましく思うんですね。疎ましくなって、友達関係が切れてくると。まあ、相対化したってことですね、エリコのことをね。なんか興味がなくなっちゃうんですね。で、友達として離れていくと、今度はエリコの方が、あんなに仲良かったケイコが離れていく。で、自分の価値観が否定されたと思ったんですね。それによってなんかストーカーみたいなことして、ね、彼女が炎上交際してるとかなんか、そういう噂を流して、さらにはそういうことを、なんか、学校の先生に訴えたりして、離れていく彼女を引き止めようとするあまりに傷つけてしまうと。で、そういう形で、まあ、エリゴも、ケイコも、お互いを傷つけ合って、まあ人生台無しにしたわけですね。稽古に至ってはもうそこから人間不信になって、ちゃんとした社会生活を送れなくなっちゃう。引きこもり気味になると。で、エリコにしてみれば、友達が全くできないっていう人間になってしまうと。ナイルパーチになっちゃったわけですね。獰猛な肉食魚になってしまうと。いうことになってんですね。で、社会につながった途端、まあだから稽古の方は先に社会につながったんですね。多様な価値観とつながったら、もう全然出来上がった価値観の中で生きてるエリコと別の世界に泳いでいっちゃったと。ってことですね。で、そこに、まあさっきで言えば大輔が道を選ぶか佐川の娘を選ぶかみたいな、そういうリアリティが急に出てきちゃったと。そのリアリティが出てきた時に、恵子とエリコの関係も、リアルな関係になっちゃったんですね。
危険にさらされたってことですね。いうことですね。で、続きです。第3章で触れた芸大小説の作者たちはネットで用いるハンドルネームをペンネームとしても使っており、そのことごとくがニックネームだけで名字を書いている。このような特徴はおそらく社会に向かって作品を公表したいという意識が少ないことの表れだろう。彼らは自分の作品の意義を社会に問い、批判や論争を投げかけるのではなく、むしろ携帯メールを発信するのと同じ感覚で自分と感性を共有する人々だけに読んでもらいたいと思い、自らの作品を発表している。実際これらの小説が大ヒットに結びついたほとんどのケースで、そのきっかけとなったのは携帯メールを介した個人的な口コミの連鎖であり、商業ベースの宣伝広告ではない。このように現代の若者たちがグローバル化する世界の中で、皮肉にも内閉的なメンタリティを示す傾向を強めているのは、社会という大会を知らない井の中の蛙だからではない。逆にグローバル化の荒波を被ることによって社会という大会の不確実性に身を染みて感じている人々だからである。彼らは自らの世界の絶対的なリアリティを確保するために社会的な視点をあえて排除しようと企てているのである。ということです。まあ自分が自分であるってところが、まあ自分のコントロールできる範囲内ですね。で、作品を発表すると、それは自分の知り合いだけに、なんか自分の作ったサイトとかそういうところだけに、作品を発表して、まあうちわで消費すると、まあコミケみたいなもんですね。で、そのコミケみたいなところで自らの作品を発表するってことで、コントロールの範囲内に置くと。で、それはなぜかっていうとですね、井の中の蛙であろうとしてるからじゃないですね。逆に、最初に不特定多数の人にさらすような場に自ら投げ込むと、荒波を込むって溺れちゃうからですね。だから、分かり合える人とだけ作品を分かち合って、まあそれがたまたま口コミとかでヒットになる時があると、そういう選択を取ってるってことですね。それはもう商業ベースでやってる人から、いやもう最初から持ち込めばいいじゃないかともう最初から集英社小学館に漫画持ち込めばいいじゃねえかって思うんですけど、そんなことしないと。で、こそこそハンドルネームで書いてですね、自分のウェブ媒体とかなんかそういう SNS に投稿すると。で、その中でまあいいねボタンがいっぱいもらえればそれはそれでいいし、まあそうじゃなければそうじゃないと、まあ傷つかないリアリティを損なわない程度で活動していくということを選択しているということですね。まあ今日はとりあえず本文はここまでにしていきます。まあ私の見解なんですけども、こういうことは分かってる人はいいと思うんですよ。こういうことは分かってるっていうのは限られた範囲内でも外にアクセスしてんだってことは分かって発表してる人は、これはちゃんとネットを使える人だと思うんですね。それはどういうことかっていうと、作品もいくら閉じた中でですよ、発表されてても世界にアクセスできるものになってんだっていう自覚があってやってる人は口コミでヒットになる可能性があると思いますよ。だけども逆にバカッターみたいなもんで、内輪でしか見られてないと思って無責任な発言とか無責任な作品発表しちゃうと、やっぱり叩かれると思うんですね。で、自分のコントロールできる範囲内、自分の媒体とかでやってる限りはそう叩かれないでしょうけど、まあその外に出てこうとすればですね、叩かれるということですね。まあ僕だって人のブログに何か書き込んでですよ、全く知らない人に、私も
私の音声も聞いてくださいとか言って、なんかそこら中に足跡残すようなことすれば、これうざいやつだなと思われますよ。まあ、向こう、まあこれでもおすすめ機能があるんで、まあ出ちゃって、お前の音声なんか聞きたくないのにって思ってね、おすすめのところに出てる場合も、まああるかもしれないですけどね。まあまあ、だったらね、この、ね、チャンネル表示しないとかね、できますからね。まあ、聞けないようにすればいいと思うんですけども。まあただ、自分から積極的に打って出て、持ち込みみたいなことをしてしまうと、自分が傷つくと。いうことですね。カウンターパンチが飛んでくるっていうことですね。まあそういうのを恐れてる。まあまあまあ僕もそうだっちゃそうですから、別にその、不特定多数に理解してもらおうなんて思ってないで、そういう活動してますけども、まあ多くの人は、多くの人だって今表現してる人っていうのはこの、まずは内輪に向けてやると。それで外にも口コミかなんかで漏れ伝わってきゃいいなっていう戦略でやってんだと思いますね。まあシンゴジラって全然広告宣伝活動しなかったらしいんですけど、まあおそらく君の名はもうやってないと思うんですけども、まあある程度、まあその新海監督とか庵野監督っていうのはまあもうネームバリューある人ですからね、わざわざ広告打つ必要もないのかもしれない。口コミで来るって分かってるから、あんまり大々的にやんなくても結局マスコミの方がですね、取り上げてくれるから、それが宣伝効果になるってことですね。だから今のヒット作って意外とその、大々的にそのプロモーション組んでヒットさせるのもまあ今は もちろんありますけど、まあ、ハリウッド映画的なもうガンガン、PR 活動してやるっていうのはあんまり最近もうないですね。どっちかというとまあ口コミで劇場に来てもらう的なやり方してる方が圧倒的に、ヒットしてる感じはしますけど、まあそういう形でリアルな人間関係の絆の中から情報が伝達されていくっていうことを信じて PR 活動してるケースが多いと。まあそれでも実績ある人からできる話であって、で実績がない人がやるとすげえ時間かかるだけだと思うんですけど、まあ僕も全く実績のないとこからやってるからすげえ時間かかってるんですね。嫌になるような長い時間かかっちゃってるんですけど、まあある程度聞かれるようになるまでに時間がありますよ。まあでもそういうふうにやった方が、きちんと届くってことですね。それをまあ、もう10年前ぐらいから実践してる人はいると。で、グローバル化の荒波っていうのをよく知ってるからこそ、内向きに感性を共有する人だけに読んでもらいたいって形で、地道に活動するっていうことを、考えてるというのが、まあネットメディアの中の、まあネットメディアを賢く使ってる人のあり方だと。まあね、急にその炎上するって炎上はしちゃいけないですけど、まあ急に拡散されるってのもありますからね。まあバズるっていうんだがあれですけど、まあ時間が経てばね、急に自分のブログ記事とかつぶやいたこととかね、作った音声が急に音声とか動画が急に上がる、上昇するっていうのはもちろんあるとは思います。まあ、まあ多くの人はそういうことを信じられないから、ブログも2、3回書いてやめちゃうし、音声も2、3回撮ってやめるであろうし、ツイッターもアカウント作って2回つぶやいて終わりみたいな。まあそんな感じですよ。まあおそらく継続してやんないですね。継続してやったって何の反響もないですからね、最初。で、そういう人は結局フォロワーになっていくわけですね。で、フォロワーになって、で、フォロワーになっちゃうときついんですね、これね。フォロワーになっちゃうと、それこそ空気を読んで発言しなきゃいけないってことになってくるんで。
辛いと。で、自分から旗を立ててやっていくってなると誰も集まらないっていうですね。まあこれはどっちかしかないですね。俺が実際の今の社会になってるんですね。で、これリアリティっていう問題で僕が考えるのはですね、なんでリアリティが希薄なのかっていうこと、問題があると思うんですよ。それは自分がすごい色眼鏡をかけてるからなんですね。これ要するにね、すごい自己欺瞞の中に生きてるからリアリティが感じられないんですよ。取ればもう眩しくて何も見えないぐらい事実っていうのはたくさんあるんですけども、あえて自分から見ないようにしてるケースの方が圧倒的に多いんですね。それはそれからの大好きだってそうなんですね。彼は最初からもう事実を見てないですね。それは道夫が好きだと、で道夫と結婚すればよかったと、それしかないのにその気持ちに嘘ついて、見ないふりしてたんですね。でそれだけだったんですよ。それが結局最後に火を吹くみたいな、で真っ赤に染まって終わるみたいな話になってるんですね。あれよく読むと、だからリアリティを感じられない人っていうのは多くはやっぱ自己欺瞞にまみれてると、見ないように自分で嘘ついてると、見えないんじゃないですね。自分が見ないようにしてるにもかかわらず見えないって言ってるんですよ。で見えないって思いをさまざまな形で、まあ人によってはその過食とか拒食とかね、リストカットとか薬物依存とかですよ、ギャンブル依存とか、そういう形で出して依存症って形で、本当の自分が見つめたくないナルシシズムの挫折とか、まあリアリティ、自分の中にあるリアリティを見たくないから依存症になるんだと思うんですね。で人間関係においても見たくないものがあるから人に合わせるということになると、それだけだと思うんですけどね。でそれが自分のことを色眼鏡抜きに、まあ、見たくないもん見るって難しいんですね、これね。すごい。なぜ難しいのかっていうと、それは自分への、まあ、恐怖があるからですね。恐怖もあるし、自分を客観的に見るっていうのもすごい難しいんですね。客観性をどこに担保するか。世の中ってのは事実で出来上がってるわけですね。事実で。その事実もあえて見ないようにしてるわけですよ、多くの場合ね。だから苦しいんですよ。で、見るっていうのは見る方法が必要なんですね。色眼鏡を外すとか、自分がその神の立場から、永遠という時間の流れから自分のことを眺めるとか。そういうことができるようにならないと、まあそれ抽象的なことですからね。それができない限りずっとまあ自分が見たいものだけ見て生きると、まあナイル・パーチの女子会ではエリコみたいなもんですよ。自分の見たいものだけしか見てない女だって、証拠が気づいてるんですね。でもそれを他のものを見ろって無理なんですね。本人が見たがらない以上は。じゃあどうやったら見れんだと、どうやったらエリコがエリコ自身のことを自覚できるようになるのかっていうと、俺は本人の意識が変わらない限りですね、できないわけですね。でもそんな意識なんて怖くて変わられない。まあ志村エリコにとってみれば会社を辞めてですよ、両親とも離れて暮らすっていう決意ができれば、自分の色眼鏡が外れるかもしれないですけど、まあ彼女はそういう決断はしない、あの作品の中ではしないわけですね。だけどまあ翔子の方はするわけですね。旦那と別居して、で父親の介護もしないって決意して新しい町でやり直すっていうふうに、まあそこで二人別れていくっていう進む道が、一人はリアリティっていうものを受け止めて生きていくと、もう一人はやっぱり自己欺瞞の中で生きていくと、そういう話になってると思います。まあそんな話でした。まあ今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。